エトラちゃんは見た。当時俺の大学の知人に赤松って男がいた。そいつはあるチェーン店のラーメン屋でバイトとして勤めていた。そのラーメン屋はスープや具の種類が豊富なのが売りの一つで、辛口ラーメンみたいなメニューも扱っていたんだが、赤松はその辛口ラーメンを使ったいたずらを思いついた。辛口のラーメンを一つ。あいよ。はいはい、辛口ね。あいよ、辛口ラーメン。俺様特製超超超激辛ラーメンだぜ。最初は大学で気に食わないやつが客として来店した際、いらっしゃいませ。俺特製の激辛ラーメンを召し上がれ。その反応に味を占めた赤松は、その後他の客にも同じ手口を始めたそうだ。それもいかにもドキュンっぽい客やガタイのいい客、複数客など怒らせると怖そうなのは避けて、単独でおとなしそうなサラリーマンやオタク風の客の時だけ仕掛けていたという。反応は人それぞれで、一口食べた途端顔を引きつらせてそのまま帰る客、こういうラーメンだと思って顔真っ赤の汗だくになりながら無理やり食べようとする客など様々。赤松作の超激辛トラップラーメンを完食できた客は10人に1人か2人くらいのものだったらしい。そんなある日、いかにもオタクっぽい客が辛口ラーメンを注文してきた。辛口ラーメン一つ。ちっ。その日ちょっと嫌なことがあったらしく、イライラしていた赤松はなんといつもの超激辛ラーメンをさらに倍くらい辛くしたものを客に出した。効果はてきめん。客は一口食べた途端に顔が真っ赤になったかと思うと、すぐさま血の気が引いた土気色に。さらに次の瞬間、椅子から静かに転げ落ちた。どうやらあまりの辛さに気絶してしまったようだ。いや、さすがの赤松も慌てて119番して救急車を呼んだ。客の命に別状なかったようだが、ここからが問題となる。数日後、赤松、お前ちょっと来い。赤松、お前、やっただ。やっべ、俺のせいだってバレた。え、何のことすか。正直に答えろ。お前、やっただろ。いきなり何すんだよ。いくら店長だからって、ざけんな。ボクサー経験もある店長にあっさり返り討ちに遭い、完膚なきまでにやられ、諦めた赤松は今までのことを全て吐いた。赤松が悪質とはいえ、店長が即実力行使にまで出たのには理由があった。あの時倒れた客はその際に頭をぶつけていて、当たりどころが悪く思ったより重傷となっていたらしい。幸いにして後遺症が残ったりすることはなかったが、ラーメン店をチェーン本部ごと訴えて全てぶっ潰してやる。店長、本部のお偉いさんは必死で許しをこい、最終的にかなりの額の賠償金を一括で支払うという条件でどうにか示談にしてもらったとのこと。結局赤松はラーメン店のバイトをクビになったが、もちろんそれだけで済むはずもなく、チェーン店は支払った賠償金と同額をそっくりそのまま赤松自身に請求した。赤松の親にも全て事情が伝わり、あわや感動寸前にまでなった。すでに内定が決まっていたこともあり、大学中退だけは勘弁してもらえたが、サークルの旅行や卒業旅行、飲み会には一切参加を許してもらえず、卒業までずっと賠償金補填のためのバイト生活を強いられることになった。社会人になってもその生活は続き、毎月の給料やボーナスは一旦全額没収された後、お情けで最低限の交際費として月1万だけ支給、残りは全て実家での生活費や返済費用に回された。昼食も前日の夕飯の残り物を詰めた弁当を持たされ、同僚とのランチや飲み会すら夢のまた夢。当然社内に親しい友人ができることもなかった。結局赤松が賠償金を完済したのは30歳を過ぎた頃だった。どうにか結婚だけはできたそうだが、貯蓄の余裕もなかった赤松は共稼ぎの嫁に頼りながら今も実家で細々と暮らしている。ここまでの話を先日久々に会って一緒に飲んだ赤松本人から愚痴まじりに聞かされた。言っちゃ悪いが、30代にしてもう人生諦めムードが漂っていた。少しかわいそうだとは思うが、自業自得だよな。そろそろ締めにするか。ラーメン屋でいいか。すまん、もうラーメンは見たくもなくて。あ、なんかごめん。ご視聴いただきありがとうございました。バイトだろうとお店で何かやらかすのは本当に良くないことです。少し前の話にはなりますが、
バイトの人間が大手チェーン店でおふざけ動画などを撮ったりして大変なことになったこともありましたよね。バカやってる時は楽しいかもしれませんが、その後何が起こるか想像つかないんでしょうか。まあ想像がつかないからそんなことができるんでしょうね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。